はい、どうも、ケイキューです。今日はですね、キャプテン翼、やっていきましょう。次はね、ヒューガと対戦。ヒューガ小次郎。いや、楽しみですね。あ、固定か。いや、ちょっと変えたかったんですけどね、キング。まあまあ、いいでしょう。じゃあ、これで、行こう。まあ、今回見すぎ出てこないっすよね。前回の最後の会話からね、考えると。ご覧ください。さあ、行きましょう。出てこないと見せかけて出てくるパターンもあるか。たけし。まあ、ヒューガー回してくるよね。オッケー。さあ、ここは止めてくる。やるやん。ソリマチか。ソリマチくん、スライディングでカット。さあ止めたい。さあヒューが危ないですね。さあ引きつけてパス。さあそこからタックルできるか。めっちゃスライディング使ってくるやん。よし、かわした。危ねえ。止めろ。かわして振り切った。横にかわして突破。連続突破で見せます。素早く横にかわす。これがハヤブサシュートだ。マジ？こんな簡単に取れる？いや今回からねシュート変わったんですよ。新田に教えてもらって一本動けずか。若島津からこんな簡単に点取れる？めちゃくちゃ強いっすね。今までのスピードシュートとかさ、弾丸シュート何やったんや。後ろから横から行きたいですね。ヒューガー止めたいですね。じゃないと厳しいですよね。正面から厳しい。ボールを狙うも届かない。川口君、ここ止める。チャージが決まった。かわして振り切った。さあここパス出したい。ボールダッシュ成功。たけしは必ずヒューガーに伝えてくる。横にかわして突破。ゲームメイクできるたけし。今のはミスです。さあもう1点取りたいですね、前半のうちに。まあキング使ってきます。塩突破いこうか。たけし来た。さあこの辺からどうすかね。さあ反応してるゲージは結構削れるね。あ、これ強えわ。ここはパスを出した。いや止めたい。よし OK、ナイス。激しいタックル。ダイレクトでパス。さあタケシが来てる。15分が経過しました。はっ、ここからさらに白熱した展開が期待されます。まずい、後ろから。早い。体ごとぶつかっていった。ドリブルで。さあ後ろから行きたいですね。沢田君、パスを回す。まずい、これまずいね。オッケー、行こう。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。そうやな、そうじゃねえと。やっぱヒューガー取られたら取り返す。それがキン。さあ来い。さあもうギリギリやろ。オッケー、コーナーキック。コーナーキックはねキングに合わせたいよね。もう久しぶりだねこれ。さあ連打、ハッツ。オッケー、2点目決まった。いやまだ取るよ。攻める、ヒューガー止めろ。さあここは素早く。さあやるね、必ずヒューガーに繋いでくる。タケシはさあキング。この数
スライディングが決まった。さあここ止めたい。水瀬くん、ここは抜かせません。小池くん、ボールを奪った。いや早いな足。これは戻りながらのディフェンス。さすがヒューガ、反町。足が決まった。さあここ止めてくる。またこっちが横にかわして突破。ヒューガやね。チャージが決まった。中央突破行こう。ボールを奪うことができません。かわして振り切った。パスからチャンスを作れるか。それチャージが決まった。さあここプレッシャーかけていける。止めろ。やっぱ横とかからじゃなくて厳しいですね。正面は厳しい。スライディングでカット。時計は30分を過ぎました。ここ後ろから危ね。さあゾーン来た。ここしっかり守って、火が出てくる、火が出てくる。ソリマチなら大丈夫ですからね。火が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 打たせろ打たせろ。タケシなら大丈夫。問題ね。さあここでホイッスルかな。さあいい戦いですね。じゃあ行きましょう。後半ミスギはやっぱ出てこないと。 OK 行きましょう。点取ります。止めてくる。さあキング、鋭いな今のスライディング。さあ止める。さあキング、危ねえ。敵陣へ攻め込みます。止めろ。かわして振り切った。さあここもかわす。早く横にかわす。決める。はやぶさシュート。はやぶさシュート。シュートを受け止めた。ボールは生きてる。ヒューガ後ろから行きたい。ここは抜かせません。さあタケシがヒューガに回してくる。はえ後ろから激しいタックル。取る。体ごとぶつかっていった。さあここもかわす。さあここサポートいきたい。止める。ここは抜かせません。キング狙いすましたパスを送る。このタックルは不発に終わります。武蔵キャプテンの中心に攻撃的な動きを。さあ行くぜ。早くとチームだ。ゲームボールを捉えるか。やるね。次だ。ここは抜かせません。東方ゴール前からどう展開していくか。一本一本集中。西山くん、このパスをカットします。横にかわして突破。さあキング、早くとチームだ。それ赤島津くん、甘い。よし決めたぞ。オッケー、3点目。見過ぎをね、最高な状態で翼と戦わせるために。ぶつかっていった。おっと攻守交代だ。ドリブルでボールを。よしナイス。オッケー。鈴木くん、さあ止めたい。さあ展開早い。決まった。振り切った。さあ鋭い鋭いスライディング。行くぞ。ここはパスを出した。いやまずいこれ厳しい。ここからチャンスを作るんだ。オッケーナイス。決めた。ここでパスカット、かわして振り切った。さあここはかわす、かわす。タケシが来てる。横にかわせる。よし OK。 時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。さあまだ手狙いますよ。シナノ君、素早く横にかわす。さあヒューが来た。止める。後ろから止める。見過ぎの負担を減らす。横にかわして突破。ここは勝つ。激しいタックル。よし。山田君、ここは抜かせません。タケシか、ボールを奪った。ソリマチか、横から行くか。チャージが決まった。さあタケシが来てる。いけ。ソラタッチで送る。もらった。かわして振り切った。はっ。ソラダイレクトでパス。これはダメ、良くない。ここから打ってきた。こぼれ球をものにした。さあここ止めたいけど長いパス。止める。ここは抜かせませ
止めたい。ヒューが来た。まあ、反町なら問題ないですね。ここは抜かせません。いけ。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。危ね。素早くつなぎます。はあ、さあ、ここ止めてくる。止めたい。ここはパスを出した。反町くん。キング。まずい。体ごとぶつかっていった。あっぶね。ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。さあちょっとここ厳しい。キャプテンを中心に攻撃的な動きを見せてくるか。横から。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。よし、行くぞ。チャンス。ゴール前に持ち込む。シュートだ。これは見事にキャッチ。時間的にもう一本ですかね。打ってるかもしれない。さあここ止める。後ろから後ろから。時間がない。危ねえ。速い。ヒューが速い。さあ時間ない。さあここでホイッスルと。この試合に勝利。よし、オッケー。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。はい、個人評価ちょっと見ますか。キングはね、一応こんな感じです。まあ、フォワードですからね。とりあえずキングに回して、まあ、点取ることだけ、ね、やってます。まあぼちぼちいいんじゃないですか今回も。おランク A 結構上がったね。はい、こっちもいい感じに上がって、タイガーショット来た。パワードリブル、だいぶ強くなってきてるんじゃないですかこれ。次ね、あの南葛なんですよ。次南葛ですよね。でタイガーショットで行くのありじゃない次は。やった、やったぞー。勝った、俺たちが勝ったんだ。あの東方学園に俺たちは勝ったんだ。バカな、俺たちが。こんなはずは。武蔵中がこんなに力を伸ばしていたなんて。ほんま、明かします。今日のお前たちの執念は凄まじかった。一体どうして。東京都大会決勝戦の借り、美杉さんのために、俺たち自身のために返したかった。それだけさ。そうか、あの時俺は執念でお前の最後のシュートを止めた。それを今回返されたってわけか。悔しいが、武蔵中のサッカーは見事だった。今日は俺たちの負けだ。あと1試合頑張れよ。ああ、それにしても俺が複数点を許すなんて。あの1年生まさか見過ぎや翼キャプテン並みのレベルだっていうのか。そんなことは、いや、ありえないとは言い切れないな。あいつもきっと代表に選ばれるだろう。そこで俺がその才能を見極めてやる。みんな、あ、マネージャー。まさか水木さん、水木さん来てたんですか。確かまだ入院してるって。マネージャーからみんながすごく頑張ってるって聞いて、どうしてもこの目で直接見たかったんだ。本当に今日のみんなの戦い素晴らしすぎて言葉が出ないよ。よくぞここまで。どうしようかな。
本当にこいつはよくやってくれました。美杉さんが期待した以上かもしれませんよ。君がそこまで。俺たち今度こそ美杉さんの夢を叶えようって必死に頑張りました。これで次の南葛戦、翼と全勝同士の対決ですよ。みんなどうしてそれを。あ、それはその、すみません、美杉さんと翼の電話とサッカー協会の人との話、俺たち立ち聞きしちゃったんですよ。代表の方の話は残念でしたけど、だからこそこっちだけは絶対に何とかしようって。ニューヒーローリーグ最終戦、しっかり体力回復させて最高のコンディションに仕上げてください。そして南葛との、翼との試合、最高のものにしましょう。みんな、僕は小学生の時から今まで翼くんと戦うという自分の夢のためにサッカーをしてきた。もちろん小学生の時の武蔵 FC もこの武蔵中でもキャプテンを任されたものとしてチームを勝たせるためにプレーをしてきたし、その責任を忘れたことはないけれど、それでもやはり自分が中心にあった。今まで僕は僕のためにサッカーをしてきたんだけれど、さっきの試合の彼らは、俺たち今度こそ水木さんの夢を叶えようって必死に頑張りました。彼らは僕のために必死になって東邦学園に挑み、そして勝ってくれたんだ。しかも今までの武蔵中には見られなかった、あんなに力強いサッカーで、僕がいなかったこの短期間で彼らは大きく成長したんだ。そしてニューヒーローリーグ最終戦、しっかり体力回復させて最高のコンディションに仕上げてください。そして南葛との、翼との試合、最高のものにしましょう。彼らのあの思いに僕は応えたい。あんなに頑張ってくれた彼らに武蔵中のキャプテンとして恩返しをしたいんだ。ジュン、そろそろ病院に戻りましょう。ああ、そしてそのために代表選手の夢が絶たれた僕ができることは。よう、あ、来ましたね、ランクアップイベント。将来の執念見てくださいするかな。はい、こっちで。これがにしよう。はい、頑張ろうぜ。さあ、もう一つランクアップイベント。相手ついてないな。大丈夫ですかにするか。おへえ。ははい、そしてランクアップイベント、どうすかな、余裕っすよ。アピールミッションイベント、お、助かったわ。できるかもしれないな。そうだ、マジ。教えてくれる。へえ。よし。いや、結
構来ましたよ。これちょっとまたセットしないといけないですね。さあ来た、ついにね翼と激突、待ってたこの時を。選手育成ですね。で今は今のまあ能力はこんな感じで、まあ、だいぶ強くなりましたね。あの1戦目とかと比べると、まあ、2人目育成するの楽しみですね。これまで1人目でちょっと初見でやってるんですよ。ちょっとねよく分かってないところも多いんですが、そうここですね、シュートでタイガーショットが来たと。うわ強えな。まあでも早くさシュートもいいよね。いやでもこっち使いたくない、ボレーもできて。ただまあ次翼なんでね、はい、タイガーショットいきましょう。キングのタイガーショットでパワードリブルを覚えたと。まあパワードリブルのがいいかな。パワーのステータスアップ、テクニックアップ、まあ、パワードリブルのがいいですね。でパスね、あとはまあこの辺も増やしていきたいですね。あとはタックルか、まあカミソリタックルとかね、カミソリタックルのがいいね。はい、そしてスキル、新しくドリブラー、まあ、これは欲しい。そしてスピード自慢も欲しいよね。あこの辺も一応、まあこれでとりあえずいいかな。ディフェンスステータス少し上昇、まあ別にいらないですけどね。まあまあいいでしょう、こんな感じで。ステータスはいいです、またポイント溜まった時にあの振っていきます。はい、ということで、今回はここまで。次は翼と対戦。ご視聴ありがとうございました。